皆さんこんにちは、松原よしかです。おととい行われました J1 第32節、清水対柏レイソル戦の試合をお伝えしたいと思います。振り返りですね。シンプルにいきたいと思います。まあ1対0でこのゲームを敗戦しましたけれども、まあ三丸選手の53分かなの、ゴール、まあエスパルスからすると失点により、敗戦したわけです。でこれ大南選手がまあスルーインして、まあ、そこからまあホナウドが相手のクリスチアーノに引っ張り出されて、で竹内が4バックの前に1人だけいて、本当はまあ右サイドにね西田がいて、そこで 4-4 のこうブロックゾーンディフェンスで守りながら、そこでスペースを消したいというところがあったと思うんですけれども、そこに神谷にポジション取られて、で神谷から左サイド武藤が降りてきて、でバウドも引っ張り出されて、でそこから横のパスで慌てて、まあ西田戻ってきたんですけど、その時にはもう逆サイドにいた三丸左サイドバックですね、前に入ってきて、そこで、まあ、見事なシュートという形で、の失点となりました。でこのゲームのどうして負けてしまったのかっていうところのポイントをちょっとお伝えしたいと思います。まあ、清水が、ピンクで黄緑が、柏になります。これですね、まあ、4-4-2 という形で、まあ、ミラーゲームというような、ゲームだったと思います。で、柏とするとやっぱり彼らはもうデータとすると先制すると勝率は9割と約9割というデータの中で、ここ3試合も状態が良くなかった、まあ、勝ってなかったですよね。まあ、2敗1分けだったなというゲームの中で、まあ、彼らはもう本当にこの特にクリスチアーノとかこの辺を中心にですね、それから武藤この辺を中心にこうコンパクトにして守備ブロック形成しながら 4-4-2 の守備ブロック形成しながらカウンター一気にこの2人に出す、特にクリスチアーノに合わせていくっていう狙いでした。でエスパルスの方とすると、まあ、彼らに対してこう特に前半はですね、良くなかったところっていうのは、良かったシーンもあったんですよ。良かったシーンっていうのはやっぱり例えば相手の背後を狙う、腹から西澤がこの相手のサイドバックのインサイドを取ってこう出てきて、ここに背後にボールが出てきてクロスっていうところだとか、まあ、竹内からチアゴサンタナとか、まあ、ここもコンビネーションで裏入ってワンタッチで落として、でチアゴサンタナフィニッシュまで藤本と持っていくと、こういうシーンは良かったシーンだと思うんですけど、背後をとにかく狙う。でロティーナ監督もおっしゃってましたけれども、この2週間代表マッチウィークでやってきたことっていうのは、まあ、攻撃の形、いわゆるボールを持ちながら前進するっていうところ、前進していくっていうところをトレーニング積んできたと。それから2つ目なんですけれども、やっぱりゴールを奪うことということを最後の質ですよね、ここをやってきたということで、まあ、自分たちの流れの時ゴールする、まあ、そこを修正してきたということでした。まあ、そういった意味では前半相手の例えば竹内がここに降りてきて腹が高い位置取らせてってい こう工夫なんかっていうのも見えましたし、ホナウドがセンターバックの間に入って縦関係ボランチとなって崩そうと、この攻撃の形、ビルドアップしていく形っていうのはいろんな形が見て取れました。やってきたんだなっていう。で、ただですね、ここで、まあ危ないシーンを作られるときはどういうときかっていうと、やっぱり彼らがこう前にこう入ってきたところで、それに対してここでね、失い方悪いとカウンター来るんですよ。2回やったんですけども、藤本がここでファール気味だったとは思いますけど、失ってそこで腹の上がっていったこのスペースを攻撃的に先手取りたいというところのこのスペースを使われて、3回ぐらいかな、2、3回あったと思います。危ないシーン、まあ、ここは権田、まあ、さすがですよね、1対1で止めるとか、まあ、いろんなシーンがありましたけれども救ったというところです。このゲームを分けた要因っていうのはやっぱりチャンスを決めた柏に対して清水の方はそのチャンスで決められなかった、ここだと思います。まあ、数字見てもですね、
エスパルスの方がシュート数が多いですし、それからあの、まあ、ビッグチャンスのシーンなんかも後半は、コロリと河合、中山、まあ、リサルを入れて、人とそれから配置も変更させましたけど、西澤の46分20秒の、ビッグチャンス、それから中山のクロスに対してコロリのビッグチャンス、ビッグチャンスはやっぱりエスパルスの方がそこまで回数は多くなかったとしてもあったわけなんですね。でもその少ない本当のこうチャンス、あれはあの失点シーンは彼らの完全に崩した形でしたけれども決めた、ここの差はやっぱり最も大きかったと思います。まあ、決めるべきところでこう決めてっていう、で失点を抑えてって、まあ、よく言われる言葉ですけれども、まさにそういったところを象徴した、まあ、今シーズンのエスパルスをちょっと象徴しているようなゲームかなと思います。ただですね、まあ、明るいシーンなんかもやっぱりあったんですよね。先ほど言いましたけれども、まあ、攻撃の形で後ろからこう積み上げていくっていうところもそうですし、まあ、コロリが入ってきた、それからカルリニオスの復帰、彼がですねスプリント数のトップ、それからシュートを、まあ、2本打ってますけれども、まあ、彼が、まあ、システムも途中並びもこうシステムとか並びを変えた中で、まあ、左からトップ下やってたのが左サイド行ったりとか、まあ、コロリとコンビネーションポジションチェンジ、チアゴサンタナとしたり右行ったりとか、こういった形がこう加わったと。でリサロを右入った時も中山を左サイドバック持ってきた、ここは初めての試みだったと思いますけれども、まあ、機能してたかっていうとちょっとまだクエスチョンマークが、中山の左サイドバックはありましたけれども、新しいチャレンジっていう意味では僕はすごく今後に楽しみだなっていうふうに思いました。でこのもう一回戻りますけど、この彼らがどうやったらあのゴールを奪えるようになるかっていうところでいきますと、やっぱりこの2トップ、藤本、チアゴサンタナ、シュートが少ない。藤本シュート0で、チアゴサンタナシュート2、ここは大きなあの要因だと思います。やっぱりあのチャンスを前半作って、藤本と先ほど言いましたけども、ここで落としてシュートまでチアゴサンタナ行ったシーンありましたけど、こういう2人のコンビネーションでこう崩していくっていうところ、それからシュートを打つっていうところ、この回数が後ろは積み上がってくるんだけど、チャンスも作れそうになったりするんですけど、やっぱりこの一番ゴールから近い選手たちが攻撃のところであの仕事をする、まずシュートを打つというところが圧倒的に少ないと思います。あのエスパルスのデータ見ても、チアゴサンタナの11ゴール、他は2ゴールですからね。なのでそれだけ差がある、前のもうチアゴサンタナ頼りみたいなところがあるんで、そういう意味では僕はこのカルリーニョスがとか、が出てきた、復帰したところは明るいと思いますし、それからあの藤本にも期待したいですし、当然、それからこのコロリ、まあ、彼が実は途中から出てきてシュート4本打ってるんですよ。やっぱり彼にはあの、まあ、フリーキックもありましたけれども、やっぱ彼にはああいうビッグチャンスでこう顔を出す力もあるし、期待したい。それから中山もそうですよね。まあ、こういった選手たちには特にあの期待をしたいところです。まあ、今シーズン見ても今のところ31ゴール46失点で、得失点でマイナス15ですから、ここはですね、この失点数の方がやっぱりゴールよりも上回ってしまってるっていうところは、やっぱりロティーナ監督とするとちょっと誤算と言いますかね、うまく一番うまくいってないところだと思いますね。っていうのはあの失点数をできるだけこう減らすっていうのは今シーズンのエスパの、あのポイントだったと思いますし、それに加えて、まあ、今回のゲームのように 1対0で1点取れなかった、まあ、2点点数が取れなかった、まあ、ここは大きく苦しんでいるところだと思います。まあ、次節あの川崎フロンターレ戦、大事な相手強いですけど、あの全然ひるむ必要はないと思いますし、良いシーンなんかもたくさん作れてますんで、この辺をですね、あのエスパルスは前向きに捉えて、いくつかいいシーン、佐藤久人さんなんかも言ってましたけれども、いいシーンなんかも作ってましたんでね、あのぜひですね、切り替えて前進して頑張りましょう。絶対残留しましょう。以上です。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。